大阪府の吉村知事は記者団の取材にも応じ、国と地方の役割分担がはっきりしたとコメントしました。大阪府の吉村知事は飲食店などへの休業要請について、本来は国が解除基準を示すべきだったと対応を批判しましたが、新型コロナ担当の西村大臣は昨日、休業要請の解除の基準を示すのは知事の責任、何か勘違いをされているのではないかなどと知事の発言に不快感を示していました。決して勘違いしているわけではありません。休業要請の部分については、これは知事の裁量権限の範囲内だと明確に大臣も言っていただきましたので、きちんとした出口戦略を示すべきなんじゃないんですかというのは今の考え方も変わらないし、それに基づいて大阪モデルというのが出てきている。